今回ご紹介するのは太平洋戦争序盤のマレー半島攻略戦におけるスリムの戦いです。この戦いで日本陸軍の戦車部隊は世界でも例のなかった戦車による夜襲を決行し、イギリス軍に大勝利を挙げました。アメリカ軍の M4 シャーマンなど連合軍戦車に対して性能的に劣勢で、とにかく弱いと思われがちな日本軍の97式戦車や95式戦車が大活躍した戦いです。1941年12月8日未明、真珠湾攻撃に先立つこと2時間ほど、日本陸軍第25軍は当時イギリスの植民地だった東南アジアのマレー半島への上陸を開始しました。マレー半島の先端にあるシンガポールはアジアとアフリカ、そしてイギリス本国とを結ぶアジアにおけるイギリスの重要拠点で、地中海と大西洋を結ぶイギリスの拠点だったジブラルタルに似ていたことから東洋のジブラルタルと呼ばれていました。シンガポールにはイギリス海軍の拠点であるセレター軍港や4つの飛行場など重要施設が多数あり、イギリス軍はシンガポールに要塞を築き、海岸にいくつもの大砲を並べて外部からの侵攻に備えていました。しかしこれは敵が海から攻めてくることを想定したものだったため、日本軍のように半島側から攻めてこられるとシンガポールの守りは脆いものでした。大口径沿岸砲は皆海の向こうを睨んでいるため、陸から来る敵にはまるで役に立ちません。その上、第一次大戦後の財政難や世界恐慌の影響もあってシンガポールの防衛予算は十分とは言えず、地上部隊や艦隊、航空部隊など駐留兵力は何もかもが不足していました。そのため日本軍は怒涛の快進撃を見せます。半島側にあったイギリスの防衛線でイギリス軍が敵を3ヶ月釘付けにすると豪語していたジットラライン、をあっさりと突破し、マレー半島最大の都市クアラルンプールを目指します。しかし対するイギリス軍も必死の抵抗を見せ、スリム台地の防衛線で日本軍の進撃は停滞してしまいます。ここを突破すべくある秘策を提案したのが戦車第6連隊の中隊長だった島田豊作少佐でした。島田少佐は陸軍士官学校を卒業後、満州事変や日中戦争に従軍した経験を持つベテランの戦車指揮官でした。彼の提案した秘策とは世界でもほとんど前例のなかった戦車による夜襲でした。長らく機甲将校としての道を歩んできた島田少佐は、日本軍において不評の支援兵器と位置づけられていた戦車の持つ突破力、打撃力をよく理解していました。戦車によって敵陣地を突破し、そのまま敵の陣中を強硬に突き進み、後方拠点まで攻め落とそうという構想です。当時の常識では視界の悪い戦車は夜間には使用できない兵器と考えられており、戦車による夜襲という戦術それ自体が敵に対しての奇襲にもなりました。ですが前例の少ない戦術の上、視界が悪い戦車での夜間行動は無謀とも思え、味方からもためらう声が出ます。ただ日本軍にはノモンハン事変でも戦車による夜襲攻撃を行い、これを予期していなかったソ連軍に大きな打撃を与えた実績があり、自分の作戦構想をとうとうと語る島田少佐の熱意に指揮官である安藤大佐もこの作戦を認めます。こうして1942年1月6日午後23時30分、97式中戦車15両、95式軽戦車4両からなる島田戦車隊は、歩兵80名、工兵20名の支援を受けて、イギリス軍陣地への攻撃を開始します。戦車隊は無灯火で、エンジン音で敵に気づかれないよう、時速8キロという低速のまま、月のない闇に包まれたジャングルを進んでいきます。敵陣地の鉄条網や対戦車障害物は、工兵部隊が処理していきます。スリム付近の守備についていたのは、イギリス軍の第11インド師団及び第28グルカ旅団でした。
スリムのイギリス軍陣地はトロラクからスリムリバー、そしてスリムへと何重にも防衛線が敷かれていました。戦車隊が射程距離に入ると敵の火砲も一気に砲門を開きます。島田戦車隊は激しい砲撃にもひるむことなく各車次々と発砲して応戦し、後進艦射撃のままスピードを落とすことなく進撃を続けました。随行する歩兵部隊は戦車の後ろに隠れて銃砲弾から身を守ります。イギリス軍は日本軍が赤と呼んで警戒していた対戦車砲や対戦車ライフルを搭載した装甲車なども投入してきましたが、戦車隊は戦車砲を使ってこれを砲撃し、次々と撃破していきます。島田戦車隊では小隊長車を除き、栄光弾によってこちらの位置を知られてしまう。車載機関銃の使用は控えるよう、あらかじめ命令を出していたため、イギリス軍は砲撃の照準が定まらず、大した損害を与えることができないどころか、同士撃ちすら発生する始末でした。イギリス軍の兵士たちは、突然現れた戦車によって大パニックに陥っており、日本軍に対しても軽微な抵抗しかできなくなっていました。日本軍が戦車を装備していたのに対して、マレー半島のイギリス軍には戦車がありませんでした。シンガポールのイギリス軍は植民地で起きる暴動などに対処する治安維持が主な目的の部隊で予算の制約もあったためで、イギリスの軍事専門家は植物の密生したジャングルでは戦車の起動する余地はないため、戦車は不要と言っていましたが、これは敵が戦車で攻めてくることを想定しない理論でした。シンガポールのイギリス軍が持っていたのはユニバーサルキャリアと言われる離隊式オープントップの装甲車だけで、日本軍からはこれを戦車と勘違いされることもありましたが、戦力的には到底戦車に及ぶものではありません。すでに本国には増援を要請しており、戦車部隊が送られてくることになっていましたが、この時はまだシンガポールに到着していませんでした。夜明けが近づいた頃、島田戦車隊は増援として送られてきたイギリス軍のトラック部隊を撃破し、大量の戦果を上げていました。島田戦車隊は、もはや完全に敵陣地を突破していました。しかし、味方の主力部隊は未だ到着していません。島田少佐は、このまま進撃を続けるか、それともここを確保して味方の到着を待つかの判断を迫られることになります。戦車の突破力をもってすればこのまま快進撃を続けることも可能ですが、一歩間違えば敵中に孤立する危険もあります。しかし島田少佐は多少の危険を冒してもこのままスリムの町を目指すことを決意します。ここで時間をかければスリムへ至るまでの橋を爆破され、イギリス軍にさらなる抵抗の余地を与えてしまうことになります。夜が明ける頃、島田戦車隊は再び前進を開始。途中、6箇所で強力に仕掛けられた爆破装置を破壊しつつ、スリムリバーでは第28旅団の司令部を攻撃して1個旅団壊滅させます。7日9時40分頃には、スリムの町へと続く橋へ到達し、主力が到着するまでここを確保しました。1月9日、イギリス軍はクアラルンプールの放棄を決定して退却し、11日にはクアラルンプールは日本軍によって占領されました。進撃開始からおよそ30時間、重心 25km もの距離を突破し、島田戦車隊の戦いは終わりました。島田戦車隊の活躍は味方部隊の進撃の礎となり、マレー半島最大の都市クアラルンプール攻略へとつながりました。戦車の突撃力を生かして敵戦線を突破し、敵後方の司令部や兵站を叩くという戦いは規模は小さいながら日本流の電撃戦と言えるでしょう。この戦いはスリム殲滅戦と呼ばれ、イギリス軍ではこれを指して大災厄と言ったということです。初戦における日本戦車隊の華々しい勝利であり、辛酸をなめることの多かった日本戦車にとっても栄光の1ページとなった戦いでした。
いかがだったでしょうか？よろしければ、動画へ評価やコメントをいただければ、ありがたいです。では、次回の動画でお会いしましょう。